子先生と学ぶ鏡版。パーコ先生こんにちは。こんにちは。パーコ先生に教えていただきたいことがあります。無理です。え教えてもらってもいいですか。どうぞ。耳抜き、ダイビングに必要な耳抜きってどんなスキルですか。どんなスキル、うん、こういうスキルです。こういう説明をやり方教えてください。鼻つまんで、うん、鼻から息出そうとする、うん、そうするとどうなるんですか。耳がポンって言いますそれ どんな感じ。思いっきりやっちゃダメとか言うじゃないですか。はい。どんなタイミングというか強さというか何秒ぐらいとか、なんかちょっとコツを伝授してください。コツ、うん、コツ、うん、なんかパーコ先生耳抜けなくて最初の頃困ってたじゃないですか。ああ、それはオトベンとやりましたね。うん、オトベンと。それで練習するとどうなるんですか。それで練習するともうズバズバ抜けます、うん、それを元にパーコ先生が習得した耳抜きのやり方はもう今みんなと変わらないですね、うん、鼻を塞いで鼻から息を出す。息を出す。何秒ぐらい。今とかもう1秒です抜けづらい人に説明してあげてくださいよ。抜けづらい人はでも私と一緒に潜ってるんだけど、ね、私がもう全然抜けない、はい、もう全然先行できないです、はい、どうしたらいいですか。まずじゃあオトベント変えましょうでももう今日潜りたいんです。今日これから潜るために、まあ、ゆっくりゆっくり10秒かけて10秒かけて耳抜きをする。鼻に空気を送り込む、はい、優しく優しく。じゃあ片方の耳抜けました。片方はどうしても抜けないです。なんか対策ありますか。耳抜けない方の耳上に上げるとか、うん、あと一回深呼吸してみるとか、うん、ぐらいじゃないですか。ぐらいできることは反対の手でやってみるとか。これどうですか、うん、これ変わります、うん、なんか塞げてなかったりするとあ、そうなんですか、うん、あちょっとそれはねやったことなかった、はい、でも例えばなんですけど手使わないで抜く人いるじゃないですか。あれは何やってるんですか。あれなんかあの唾飲み込んだりとか、うん、あとこれもう一個説明しづらいですよね。顎カクカクとか言いますけど顎カクカクわかります。これどう説明したらいいかわかんないですね。なんか唾、いやそれじゃ抜けなくないですか。なんか顎カクカク、どう実際やってみてください。顎カクカクをとか言うじゃないですか、うん、でも実際顎こんなやって抜いてる人いないじゃないですかあれってでもここの耳の管が動くことによってプスッといくんですよね。それで抜けるんですかみんな、うん、なんかもう一個唾飲み込まなくて、うん、顎カクカクじゃなくてもう一個こうできません。今やってるんですけど分かんない、伝わってこない。これ何をやってるんですか今。なんか耳から空気出すみたいなやつどういうこと。えできない。え分かりません。分かりません。耳からなんかこの空気どうやって今何をやってるんですか。もう表情変わんないし何やってるかさっぱり伝わってこないんですけど。私これで抜くんですいつも。えどう何をやってるんですか。今抜いてます。特殊能力やなもう今何をやってるのかさっぱり分かんないんですけど。えこれって私だけなのかな。もしかして、えあ唾ごっくんじゃなくてここの顎をかくん、えかくんでもないです。何もしてないじゃないですか。うん、してないように見えます。何やってるんですか。耳から空気出てるんですよ今。出てるっていうかなんていうんですか。ここがなんかこの喉の奥を動かすことによってかくんって動くんじゃなくてですか。喉の奥今動いてないですよね多分。え何やってるの。えこれって私だ、これ私だけなのかもしれないですもしかしたら。あじゃあオトベントによって習得した技なんですね。技なのかもしれないです。なんかよく伝わらなかったけどありがとうございましたえ私だけなんだ。何やってるか分かんないから多分その時ハリーポッターの BGM とかつける確かにありがとうございます。